はい、どうもどうも、こじまじでーす。今日はこちら視聴者リクエスト、ナイキランドでとこやってきました。そう、この靴を見てください。見えるか？はい、これね、ナイキです。あのナイキがですね、こちらロブロックスの世界やってきてますので、遊んでいこうかと思います。どんなゲームかっていうと、そうだな、まあやっていくんだけど、ミニゲーム集っていうのが一番しっくりくるかなと思います。早速遊びに行きましょう。こじまっちの動画、まずはここから行ってみましょうか。グッ。このマップはバスケっぽいですね。では行きます。おお。ヒュッ。でこうやってボールをゲットしました。お、かっこいい。こじまっち、こんなことできるので、どんどんどんって決めて、なんでこっち来いって、あ、フリースロー しろってこと。ほい。何今の投げ方かっこいい。え、ほい。おお、これダンクできる？こっから。ほい。ダンクしたいんだけど。あ、これでいいんだ。ほら。え、こじまち入っちゃった。ダンクしたい。ダンクパワーって書いてあるのにダンクできないんだけど。投げさせろよ。ほら。ぬわー。投げるしかできないのか。そっか。うわ、なんかいっぱいある。なにこれ。何ここ、ここから投げるとなんかいいことある？すげえ、いっぱいあるパワー。ん？アップグレードができますよ。はあ。ダンクパワーがアップグレードされました。あ、なんか別の場所行き、何これ。あー、そういうこと？はい、シュートをためてダンクはここでできると。で、小島ちゃんはダンクパワー2だから、2つ目までいけるんだ。へえ。で、次は、ダイヤモンド溜まったから新しいボールがゲットできると。え、ガチャじゃね、これ。強いん、これ。25%。まあ、一番下ではないなってことか。今ゲットしたやつはこれ。3倍溜まりやすくなったってことね。で、このパワーを貯めていくといいことがありますよ、と。何ここ。ほい。小島ちね、こんな感じで後ろ向きでシュート入れれるよ。かっこよくない？ヒュッ。こっちからヒュー、ほい。あー、かっこいい。ほい。よし。ちょっとこっちでパワーを。入れるんかな、これ。あ、入れるんだ、一応。ほら。ダンクパワーまだ上がんないね。700あれば上げれるだっけ。上げてこよう。おー、なんかまた、あるじゃん。パワーを貯めて、で、お、来た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 。ここでまたダンクパワーを上げますよ。で、3レベルになったから、こっからだと3つ目切る。おっしゃ、届いた。ほら。おお、すげえ。後ろで入れた。ほい。ヒュー、シュート。といったような感じだね。今回はこのバスケットコースでした。じゃあ別のとこ行ってみましょう。じゃあ次はこれ行ってみよっか。これなんだ、スピーカーかな。ほい。お、ダンスっぽいね。ダンスステージっぽい。ダンスフロアに行きましょう。お、おっとけほい。は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 い。おー、ほい。これ、丸がでかいからやりやすくない？何そのジャンプ。ほい。ほいー、ほい。ほいー、はい。うわ、難しい。あ、ちょっと今失敗した。もうすげえ、おとげーだー。しかも、小島ち今1位じゃないし、レッド。おとげー苦手なのに。お、あとちょっとで終わりそう。今ね、著作権の関係上、音を消してるんだよね、ミュージック。だから実際ゲームする人は、BGM 流れながらできるので、面白いと思う。あ、次のダンス、曲変わるんだね。なるほどね。で、今、小島ち結構いい点数取れたから、お？これでまた変わっていくんだ。新しいラジカスゲットした。ほい。さっきのバスケと似た感じかな？一曲で5000のスコア。こじまち今一番取ったから余裕だね。じゃあ次のマップ行きましょう。ひゅっ。次はこれね。どう見てもサッカーボール。サッカーってことですね。サッカーしに行かー。よし。行ってきます。お？あー、さっきのバスケはフリースローだったけど、サッカーは、PK かな？こっから、これどっちだ？キーパーいるね、ちゃんと。うわ、え？適当に入れれないの？
こうして、おい。え、止められた？入った、ちゃんと。ほらよ。で、また、ボールのレベルが低いから、ボールのレベル高くなると、一度にもらえるパワーが上がるみたいな感じかな。で、この円から入れると、点数高い。ってこと？ん？何点入ってる？あ、プラス10、10倍ゲットできるんだ。でかいね。よし、これで、またアップグレードできると。で、場所を移動すると、うわお。え？ヒューン。はい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 。これさっきのバスケのダンクのところみたいな感じか。へぇー。はい、ここ。キックパワー弱いからさ、あんま飛ばないよね。よし。で、ダイヤでポイント貯まったから、新しいボールが買えますやーっと。どんなのになるかな？テニスボールじゃねえか。あ、割とレア度高い。お、しかもなんか、ラッキータイムみたいな感じになってる。おらよ。わ、下手。めっちゃポイント稼げるんじゃない？ここ。よし。いけ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 。ほい。ナイスシュート。ここで稼いでいく。話しかけてくださいって言ってるね。まだチュートリア終わってないの？おい、ちょっと。何よ、タコ。あー、キックパワー5になると新しいアイテムゲットできるんだって。へー。ほらよ。お？キックパワーもう4になっちゃった。結構早く上がるもんだね。よし、アップグレード。さ、商品をもらいに行こう。何くれるん？おい、タコ、何くれるか言ってみ。あ、ジャージくれた。ジャージ着れるかな？あー、ショッキー。パンツ履いてねえわ。じゃあ、ジャージゲットしたからまた別のマップ行きましょう。で、まだやってないのはここで終わりかな？さあ、ここはどんなマップなんでしょうか？やっぱ行きます。これはあれですね。スケボー。スケボーやっていきましょう。ひょ。さあ乗っていく。そして、ほい。決めていく。技を決めながら、乗っていくって感じだよね。ひょ。よしよしよし。この、アイコンみたいなやつを取っていくと技が決めれると。でね、パワーを貯めていくと、新しいスケボーがゲットできたりする。そんな感じだね。ほい。で、今回スピードレベルって書いてあるから、速さが変わってくるんだね。さあ、どんどん走っていく。どこまで行けるんだろうね。あ、下に書いてあるわ。よし。どんどん決めていく。一回でいっぱい決めた方がいいのかな。あ、時間制限あるわ。うわ、時間制限あるんだ。うわー、そういうことか。だからスピードレベルってあるんだ。あー、最後まで行けんかったわ。あ、でもヘルメットはゲットしたわ。よーし。もらいに行こう。これは、あ、アップグレードできるのね。おー、めっちゃ速くなったんじゃね。で、イベントリーでヘルメットゲットしたと。おー、すごいバラバラだね。あ、ここに書いてあったね。どんなスポーツがあるか。この図をそういう意味か。すげー合体してる。はい、といったところで、今回こんな感じのマップでした。マップは概要欄貼っておきまーす。それでは、なーなーねー、リクエストありがとう。あ、小島ちのね、動画入ってもいいけど、正面立つのは見えなくなるからやめとってね。小島ちのお顔が見えねえから。なーなーねー。